どうも、レイブン、サッカーです。はいはい、ちょっと待って、癒して。やっぱりこのマスクは、これはもうこれでいくんだね。いや、今後、今日はこれでいきます。今日はって、今後今日はって、あ、今後はこれでいきます。あ、これでいくのね。あ、これでいきます。不審者やん。お前ももうこれでいくのね。お前も、あ、もういきます。これで気に入りました。プロレスラーになるってことでいい？あ、そうです。もうサッカーやめて。今日はですね、自宅でできるリフティングみたいな、まあいろんなプロサッカー選手めちゃめちゃ上げてくれてるじゃないですか。はいはい。で、特にね、桐生隆選手、結構インスタで動画上げてくれてるの。はいはい。その中でも今人気なのが、レイキってわかる？あ、レイキ知ってる。今ネットでめちゃめちゃ流行ってる。マジでバズってるやつ。バズってる。おお、100万回。今ネットでバズっているリフティングの技、レイキができるまで変えれません。よー、今日はもうこれができるまでも2人は帰ることもできないし、寝ることもできないし、もう飯、そして水を飲むことも一切許しません。しんどすぎん？ごめんなさい、水はいいでしょ。あ、水は水は、うん、でもそれ以外は監獄だと思ってる。地獄やん。だって全員的な3人中誰でも今結果俺だろうけど。そこ、いや、まあまあまあ分かんないけどな。何言ってたわ、一番でこみやくな、お前。じゃあいきます。あ、キックオフ、キックオフ、かわいいの。はい、ということですね。じゃあ早速、話題のレイキ、お二人には動画見せましたと。絶対に笑ってはいけないんじゃないか。いや、いいだろ、笑っても別に。あの、レイキできるまで耐えません、耐えた。スタートスタートないやん、それ。じゃあまず俺からいくわ。初ですからね。お前しかないんだよ。でもこれでクラスも帰れるから。だから翼、お前しかいないんだよ、もう。俺が翼っても珍しいな。あー、おおおお、いや、ないよ、ないよ。これできんの？俺がクラッシュも変えない。もうさっさと変えたい。左足が重要。でも形じゃねえ、そう、それなんだよ。惜しくないわ。すげえ。いやいや、グラビア、いや、グラビアちゃうでしょ。まだできてないから。できてから。え、前、向きあったんだよ、向きって。ほぼ、ほぼできた。そうね。はい、次よ。さあ、面白いね。詰めるってこういうことになる。そんなのリフティングやん。これはこいつは無理だ。これは無理だ。今日はこれは無理だ。さあ、やん、交代。オッケー、チャレンジ、チャレンジ。嘘でしょ、何もやってねえじゃん。無理だ、こいつは無理だ。そんなの分かりきってますから。オッケー、今以上。あ、そうだ、こいつもできない。そう、もう本当に私。おい、いくよ。何グラフしたの？やめとけ、お前。汚くそ、お前。リフティングできないじゃん。ダメじゃん。なんでこんなむずいの、言えるの。冷たい風が流れてますよ。寒いよ、今。はい、変われっていう無言の圧がすごい。セカプレ。ダメだ。ちょっと待って。ダメだ。お前ら今日何してきたの？普通に楽しみに行きます。レイキ初めて見るって、この生でね。家でレイキやる人ほぼいねえから。うわぁ、今ちょっと詰めなかったね。頼む、翼。あ、今のでやる気なくす。なんで、頼むよ、翼。お、あー、どこ蹴ってるのよ。惜しくない？今まで乗ってた、言ってましたよ。今乗ってたでしょ。乗ってたら言ってましたよ。あ、ちょいなんだ。こっちだ、さっきは。まずできたやつ、やり方は分かるんで、やり方と。やり方も知ってるもん、見たもん。でも今そのまま立ち位置はできたことある人も立ち位置ですよ、それは。左足でどこにボールを落とすかが大事。うわ、ミスった。イメージとしてはここに落としたいね。次一歩前出て拾う。うわ惜しい。いや、うわ、あ、マジか。すんなりフッていけばな、上に。チェンジ。チェンジ来た。チェンジ。いや、今行けたのにミスった。え、あれでもう乗ればって言った。今、俺乗せれたんだけど、乗ると思ったのに、シンプルに使った。シンプルに使った。普通に使った。嘘やん。やっぱりエースとしての期待かな。重圧がね、期待だけだよ。突っ込め。君しかいないんだ。ということで、じゃあタイマー一旦ドリンクを買ってくるということで、お願いします。走りです。お願いします。走りです。走るとかってそういう言い方もどうしようね。リフティングできないから行くしかないんだよ。
ていけるよ。これクリアしたんじゃないの。いや、タイマーいないけど、クリアしたの。いやいや、クリアしたパターンじゃないの。おっ、うわっ、今挟んじゃったらなんか、これもまず大事。なんでそんな安定するの。できた。あー、まだ、そう、ちょっと。できそうなんやけどね。もう疲れてきてるよ。そのつもりだっていうサッカー情報が来た。サッカー情報かい。疲れた、喉乾いた、帰りたい。弱音しか吐いてない。何言ってんのよ。お前がやってねえからいいよ。こっち汗だくよ。もうほら、リフティング練習みたいになってる。元気はどうした。うわっ、お惜しくない。惜しい。これ行ったと思ったし、今ちょっと行ったと思った。うん、進め。結構練習したけど、ちょっと分かった。そして彼はリフティング全く分からない。だいぶ疲れた。左足の落とす精度が悪い。おおおおお、ちょっとバウンドしちゃったね。はい、チェンジ。疲れた。シュン、ほぼ行ってましたよね。もうじゃあできたらいい。え、ほんと、すでにお前で帰ろうとしてずるいわ。あれ、スーパーの閉店の音楽だ。てん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 かいの足の指の骨になってる。やばい、むずい。さっきよりダメになってるわ。感覚がちょっとつかないようになってる。おえ、あれ、振らないとダメなのよ。あー、めっちゃ、うわ、マジか。え、密室殺人。めぐれゲーム。いや、お前がよく言うから。お、したいやろ。めぐれ、めぐれ。うわ、行ったと思った。え、僕できたんちゃうと思って。あれを拾ったら勝ちだったわ。うわ、うわ、うわ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 よし、あと上げるだけ。上げるだけだったな。できるぞこれ。チェンジ、チェンジ。結構疲れるな、冷気。冷気たまも。それヌーベや。ヌーベーヌーベーうっせぇ。邪魔させてもらいました。今、インスタストーリー更新してる。おい、お前集中だろ。だって俺の番じゃないし。自由やな、この人は。何してんの。まず僕は弾と一体感になります。いいよ、早くやりなさい。ただみんな思ってるの、ここは一体どこなの。変態のおじさんの家です。おじの家です。変態のおじ、財閥なんですよ。三井財閥なんですよ。いや、めちゃくちゃ金持ちやねん。靴下まず甘えてるもん。三井財閥、靴下乾くように行くぞ。俺ができないと帰れない。マジで。あ、電池1、電池1、やばい。え、かいの。え、いないんじゃないかなと思っちゃってるもん。頼むで、もうむずいよ、俺自分持ってきたけど。おぉ、あんたかいってきて。え、その通り。わかった、アウト回避。アウト回避、落とすだけだ。ほら、めっちゃ惜しい。ですよ。ただ乗せるだけよ。ほんと、その通りよ。俺、天才か。おぉ、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 すげえ、マジか。いや、遅くてもいいよ。やれや。やれや、お前。早くせえ。早くせえ。お前、どっか。うわ。何ですか、あれは何だっけ。おぉ、おぉ、おぉ、おお、今行ったじゃん。行った。あれでキャッチしてれば。これがいなければ。これ爪をうんっつったらもうすぐ拾えるもん。こううんっつってこっちじゃないから。いや、どんだけ拾えて。分かってきた、分かってきた。アウトにかけるのこっちだ。うわ、惜しい。惜しくなかった。惜しい。拾えばいいよ。もう拾えばいいから。拾えば勝ちや。そういうの言うから。ああ、今ね、言ったから。なんで関係ねえ。言わなきゃ今できたわ。関係ねえ。ほんとに。おぉ、あ、今言ったのに。
乗る気なかった、落ちてった、コロコロコロって。おお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 時間ぐらい時間がかかるとして30分ぐらいです。実際僕たちが無駄に時間取ってますもん。ジェスカに行ったりしてるよね、はい、すごくない？すごいわ、びっくりした。これはちょっと普通に感動。え、びっくりしたね。ほんまにできると思わなかった。早く後ろ何回か。いや芸人なんだ、つるしたお前ずっと